皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は私が最近愛用していたクレンジングをレビューしながら皆さんにご紹介していこうと思います。皆さんのお悩みに合う、目的に合うクレンジングが見つかる機会になればと思います。はい、ということでですね、私ずっと前にもクレンジングの動画を一つ出したのですが、その時に言ったことと被ってしまうと思うんですけれども、やっぱりクレンジングって私はスキンケアの中でかなり重要なポジションにいると思うんですよ。で、一日中していたメイクを一瞬で落とすわけですよね。やっぱりそれはこう洗浄力が強かったり、ちょっと強めの成分が入っている場合もありますし、そのクレンジングによって例えばお肌が乾燥してしまうとか、ヒリヒリしてしまうとかっていうトラブルとかも、まあ起こりうるものですよね。でもその代わり自分に合うクレンジングを見つけることによって、お肌の状態ってものすごく良くなっていくと思います。で、実際私もそういう実体験をしたので、クレンジングは特にスキンケアの中でもこだわっています。はい、それでは早速ご紹介していきます。ではまずトップバッターはね、これは前回のクレンジング動画でもご紹介したものと被ってしまうのですが、やっぱり大好きなのでぜひご覧いただけたらと思います。シンピルテのピュアクレンジングです。こちらジェル状のクレンジングになります。香りは柑橘系の結構爽やかな香りで、これからの季節にぴったりです。オーガニック洗浄成分が配合されていて、本当に使い心地がすごく優しいんですよね。洗い上がりもすんごくしっとりするんですけれども、しっかりウォータープルーフのマスカラまで落としてくれるっていうところがね、本当に頼もしいクレンジングになります。で、こちらジェル状なので、例えば旅行に持っていくとき、コンパクトにクレンジングを持ち運びたいときとかは、クリームなんかを入れる小さいケースとか、ドラッグストアとか100円ショップに売ってると思うんですけれども、そういうものに入れられるんですよね。こうオイルとか結構シャバシャバしたもの、ミルクとか液状に近いものだと、やっぱりどうしてもちょっと大きめのこういう縦長のボトルとかに入れなきゃいけなかったりすると思うんですけれども、こういうクリーム状の小さいケースにも入るので、旅行とかジムの帰りとかにも持っていけます。クレンジングあんまり好きじゃなかったんですけど、クレンジングって楽しい、いいものを見つければ本当に肌の調子が良くなるんだなっていう風に初めて思わせてくれたのが、こちらのシンピルテのピュアクレンジングになります。お次はオイルになります。ドクターシーラボのオイルクレンジングになります。ドラッグストアなどで購入できて、とにかく春夏のクレンジングは毛穴汚れまでしっかりさっぱり落としたいっていう方だったり、オイリー肌だっていう方とかには特におすすめです。まあ、でも極度の乾燥肌の私が使ってもあまり乾燥を感じないオイルでした。で、似たような値段でドラッグストアで、まあちょっと下ぐらいかな、これよりちょっと下ぐらいの値段とか、まあ似たような値段で、他にもオイルクレンジングって結構ドラッグストア売ってると思うんですよね。その中では私は結構これは上位に入ると思います。本当に洗浄力、洗った後のさっぱり感でも、乾燥っていうのはやっぱり同じぐらいの値段のオイルクレンジングに比べたら、これは結構しっとりする方だと思います。とりあえずすごくいいということです。はい、そういうね、語彙力がないはい、まあ、近接いきたいと思います。はい、次もじゃあ続けてオイルクレンジングご紹介していこうと思います。こちらはクラランスのトータルクレンジングオイルです。さっきのドクターシラボとか、そういう普通のオイル状のものに比べて結構シャバシャバ系のオイルなんですよね。なので、普通のオイル、例えばワンプッシュで済むものが、こっちだと結構ツープッシュぐらい必要になってくるかなというふうに私の感想的には思います。まあ、そういう部分はあるんですけれども、しっかりさっぱり洗ってくれる、ウォータープルーフのマスカラも落としてくれる、でも洗った後の乾燥っていうのは本当に感じさせないものになります。なので、こちらはオイルクレンジングの洗浄力は好きなんだけど、ヌルヌルした感じをお顔の上にのせるのが結構嫌っていう方もいらっしゃるじゃないですか。そういう方にはこういうちょっとシャバシャバサラサラとした、でもオイルクレンジングっていうアイテムはとてもおすすめです。で、そしたらお次いきます。次はちょっと今あるボトルがサンプルサイズのものになってしまうのですが、こちらバルマンのミルククレンジングになります。バルマンはアンチエイジングのパイオニアとも言われる、まあスイス発の高級スキンケアブランドとしてとても有名ですよね。東京だったら銀座6の中に入ってたり、あとホテルニューオータニの中のアパルトマールスミストっていうお店の中で取り扱ってたりするんですけれども、こちらのバルマンのミルククレンジングは、まあ、まず松エコ OK っていうことと、本当に高い保湿力、
クレンジングした後の方が私お肌の調子いいんじゃないっていう錯覚に陥るぐらい、まあ、もしかしたら本当にそうなってるのかもしれないですけれども、使い続けるとお肌がこう明るくなってくる感じとか、本当に乾燥知らずのお肌になれるような気がします。そんなねすごいパワーを持ったミルククレンジングです。お湯落ちますからとかその程度だったら落ちるんですけれども、私みたいな結構こうがっつりウォータープルーフのマスカラ下地とマスカラを塗りがちな塗りがちな人にはやっぱりちょっとアイメイクの洗浄力はもしかしたらちょっと頼りない部分があるかもしれないので、まあ、それでもねミルクの方だったらかなり落ちる方だと思うんですけれども、まあ、そういう方は、アイリムーバーでちょっと軽くだけね拭き取ってからバルマンのミルククレンジングを使うことをおすすめします。で結構乾燥によってシワが目立ってきたとかこうメイクのノリが悪いとか粉拭きしやすいとかそういう方、乾燥によっていろんなトラブルが出てるなっていう方ね、こう痒みが出たりそういう方にはおすすめしたいです。で、私の使い方的にはやっぱりバルマンを毎日使うわけではないんですけれども、お肌の調子がちょっと悪くなってきたなっていう時とか、お肌の調子をこの日に向けて上げていきたいっていう時とかはバルマンのミルククレンジングに切り替えたりします。なのでこう私の中ではすごいお守りクレンジングのようなポジションですね。はい、次いきます。次はですねシューウェムラのちょっと名前が長いので読み上げます。ゼントルネクタークレンジングオイルインエマルジョンです。はい、でちょっと原品ないので画像出しときますね。はい、で、これは私の知り合いのメイクさんがこれめっちゃいいよって言ってプレゼントしてくれて、めっちゃいいっていう風になったものなんですねなぜかというと、まずは本当にね乳液で洗っているような本当にしっとりとした滑らかで優しい洗い心地なんですけれども、オイルクレンジングのようにしっかりと落ちます。で清涼感のあるこのアサイとかの香りも私は結構好きですね。マツエクしてる方も使えるのでそこはすごい嬉しいですよね。なのでこちらもどちらかというとこう肌が乾燥しがちだけどしっかりメイク落としたいなっていう日なんかに使ったりしてます。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。結構紹介したかな。本当はね他にもいろいろあった使ったものはあったんですけれども、ちょっとこれ紹介するにはっていうものは今回ねちょっと出さなかったんですけれども、で、単純に今この動画見てこんなクレンジング使ってるんだったらやっぱり状態によってクレンジングって何本も持ってた方がいいんですかっていう質問って出てくると思うんですけれども、まあ私は、2、3本ぐらいストックしといて状態によって使い分けるっていうのがすごくいいかなというふうに思います。で、例えばもう本当にジムに行く、仕事終わりにジムに行く、でジムに行っても落ちないメイクを朝仕込んでいくみたいな日っていうのはやっぱり帰ってきてからとかジムの終わり結構しっかりしたクレンジングでがっつりと落とさないとメイク残ってしまいますよね。なのでそういう時は、まあ、例えばドクターシラボのオイルクレンジング使うとか、これからの時期旅行とか行かれる方多いと思うんですけれども、そういういろんなところにこまこま持ち運びたいけどかさばらせたくないなっていう時のために、例えばシンピュールで買っといて、まあ普段自分も使うけど持ち歩く時はこういうクリーム状のさ、クリームが入るようなこういうちっちゃいケースにジェルだったら入れてね持ち歩けるじゃないですか、液体じゃないから。なのでそういう時のためにもジェルを持っとくとか、まあ、あとは肌の調子がどうしてもボロボロになった時のために私のようにお守りクレンジングとしてバルマンを置いとくとか、まあ、そういう風に、もう毎日毎日引っかいとっかい別にしなくてもいいと思うんですけれども、まあ、シーンに合わせてその日したメイクに合わせて、まあ、クレンジングを変えるっていうこともいいんじゃないかなというふうに思います。私はねそれは結構おすすめです。化粧水とか乳液とか美容液とかをコロ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 毎日引っかいとっかいするよりかもクレンジングをそのシーンに合わせて使い分けて、あとは自分に合った安定した、まあ、化粧水とか乳液とかをこう継続して使い続けるっていうことは私はすごくおすすめというか推奨しております。まあ、地味にお肌に結構影響を及ぼしているクレンジングにちょっと目を向けてみるというのもすごくおすすめでございますので、ぜひぜひ皆さんの参考になればというふうに思います。ということで本日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画のシェア、インスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。